皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に入れるカフェみたいに気楽に楽しく普段着物を楽しみたい、そんな私のチャンネルとなっています。自分なりに着物を楽しむってどういうこと？と思ってるそこのあなた、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さて今日なんですけれども、私の地元福島の郡山駅前にある野田屋呉服店に、お邪魔してきました。はい、野田屋さんは郡山駅前からすぐあるんですけれども、私高校生の時に毎日通ってる道に、ある呉服屋さんなんですが、全くその当時は着物なんか全然興味がなかったので、野田屋さんのお店の存在は全く知らなかったんですけれども、今ねこうやって着物が好きになって、すごくね店構えからしておしゃれだなと思って気にはなっていたんですよ。で、前福島に帰った時に行ってみたかったんですが、ちょうどお休みでして、今回ご連絡させていただいて、YouTube の撮影を兼ねてちょっと見させていただきたいですっていうことをお伝えしたら、快くお受けしてくださいました。本当にありがとうございます。はい、店内に入るまでの、ディスプレイのものだったり小物類がとってもおしゃれだったので、まあ期待はしていたんですが、店内に入ってもやっぱりね、すっごくおしゃれでした。特にこの草履もすごく私気になっちゃいまして、この絶妙な色味がすごく可愛かったです。やっぱりこの呉服屋さんのこの飾り方だったり、小物類ですね、約100社ぐらいから野田屋さんは仕入れをしてるみたいなんですが、ほんと一つ一つがね、とってもおしゃれなんですよ。はいはい、私の中で呉服屋さんといいますと、まあ、訪問着ですとか、とってもこう、冷蔵に使えるようなお着物を取り扱ってるお店という感じだったんですけれども、野田屋さんは、どちらかというと普段着物の、おしゃれ着っていうのを反物だったり帯だったりがすごく品揃えが豊富だったので普段着物愛好家の私としてはとても心をくすぐる商品がたくさんありました。こういった綿素材のものだったり、こういった畜生さんの、反物、あとはおじやちじみなんかも、揃ってました。はい、はい、そして今回野田屋さんおすすめの、簡単にお太鼓を結べるやり方というのを今回教えてもらいましたので、紹介していきたいと思います。はい、用意するものはたったこれだけです。はい、新たに高いものを買う必要はありません。結構ねこの大きめのこのクリップを一つと、2つね掴むところがこうガシッとある大きめの洗濯バサミを3つ用意していただければできますので、ぜひぜひちょっと用意してチャレンジしてみてください。はい、まずこういった感じで直や帯を用意します。そして帯締めを使って前に出るお太鼓の柄の調節をしていきます。帯締めを使ってまずお腹周りを一周させてサイズを測ります。はい、そしてその測ったサイズをまたさらに半分に折ります。はい、折りましたら柄を真ん中に持っていきたいときはお腹の中心にまず合わせて、後ろのお太鼓の中心に半分をまたこうやって合わせます。はい、こういう感じで、合わせていきます。はい、そして半分に折った帯締めをこういった感じで柄に合わせて測っていきます。そしてこことここの間の長さを把握しましたら、ここの折り曲げるところをだいたいこのお太鼓の三角の真ん中部分に来るように折り曲げていきます。その時に注意したいのが、
ここの折り曲げたいところを真ん中に来るように左右均等にこういった感じで折り曲げるようにしてください。ちょっと難しいかな、はい、そしたらこちらの大きいクリップを全部、挟みます。はい、そうしましたらこの手先のところを下に引いて調節していきます。この三角のところの下に合わせましたら手先の長さを調節していきます。こういった感じで折り曲げていって少し三角からはみ出るような長さ、だいたいこれくらいの横の長さが出るような感じで、測っていきます。今合わせてるところなんですが、だいたいこれくらい出るような感じで、下に引いていきます。そうしましたらこの三角形のところに、帯枕を置きます。はい、枕のカーブの強い方が上になるように置いて上からかぶせていきます。そうしましたら垂れの長さを指1本分になるように調節して重ねていきます。はい、垂れの長さが決まりましたら上から、お太鼓を下ろしてきてお太鼓の形を作ります。そしたらこちらの手先をお太鼓の中に入れていきます。はい、もうお太鼓の形になりましたね。はい、そうしましたらこの手先の上に帯締めを通して左右同じ長さになるように調節しておきます。はい、そうしましたら大きめの洗濯バサミをタレをこう上に折り上げまして、すべて挟むようにガシッと留めてください。こちらにも洗濯バサミでしっかりと留めていきます。はい、3つ目の洗濯バサミはこちらの角のところ、こちらもしっかりすべて挟むように挟めてください。これで完了です。はい、帯枕をしっかりとつかみながら腰を軽く曲げて背負います。はい、そうしましたら結構上の方で帯上げと帯枕の紐を、仮結びしておきます。結構上の方でこんな感じです。はい、次に帯を締めていきます。こういった感じでお腹の上に帯を巻いていきます。この輪になっているところに人差し指を入れてお太鼓の下にうまく入るように締めていってください。はい、慣れないとねここが一番難しいかもしれないんですが、お太鼓の下にこの帯が来るように入れてください。そして指を入れてギュッと帯を締めるようにしてください。こういう感じです。はい、そしたら帯が緩まないように帯締めを締めていきます。ここがねちょっと私難しかったので、もしかしたらこの締めた後にもう一回お太鼓とこの帯を洗濯バサミで後ろでこう挟めるといいのかもしれないんですね。まあこういう感じで帯締めを締めてしっかりと帯を固定します。はい、そしてこのね撮影してる時ねちょっと私鏡を見ないでやっているので、ちょっと帯板が見えちゃってるのがちょっとわからなかったんですけれども、あの鏡を見てしっかりと位置を確認しながら帯締めを締めていってください。はい、後の流れはだいたいお太鼓を結べる人ならわかると思うんですけれども、どうでしょうか、結構簡単だと思いませんか。私このやり方を聞いてすごく驚いたんですけれども、こ
このやり方を覚えると、特にこの暑い夏の時期、どうしてもやっぱりお太鼓やりたいじゃないですか。そういう時にこのやり方を覚えておくと、汗だくにならず簡単にお太鼓が締めれるという、はい、はい、あとこのやり方を覚えますと、アンティークの帯なんかはとっても生地が弱い状態になってますので、そういう帯も傷めずに、締めることができるということですので、ぜひアンティーク好きの方もこのやり方覚えるといいんではないでしょうか。はい、はい、そしたら帯揚げをきれいに畳んでいきます。この帯結びなんですけれども、結構有名なやり方みたいで、私は初めて知ったんですけれども、なんとですね、この帯結びのやり方、野田屋さんで予約していただければ無料で教えてくれるみたいなので、ぜひお問い合わせしてみてください。はい、そして最後にこの洗濯バサミを取りまして、忘れずに横も取ってくださいね。はい、タレを下に下ろしてシワを伸ばします。こういう感じですね。はい、横を見ていただいて、手先が曲がっていたらこういった感じで直していただいたり、タレのシワを伸ばしたりしていただければ綺麗にお太鼓の完成でございます。すごいですね私本当にこのやり方教えていただいて本当に嬉しかったです。はい、どうでしょうか。イエイはい、ということで今回はね、帯結びも教えていただき、野田屋さんありがとうございました。はい、気になる方はぜひお問い合わせしてみてください。ではまたね、バイバーイ。